皆さん、こんにちは。政治の交差点へようこそ。このチャンネルでは、日本の政治的な動向、国際関係、今日のテーマも興味深いトピックですので、最後までぜひご覧ください。それでは、始めましょう。2024年11月17日、兵庫県で前例のないドラマが幕を開けました、た一度失職した現職知事が、県民の絶大な支持を得て劇的なカムバックを果たす。この世 ウナ展開は誰が予想したでしょうかしかも対するは、22市長からの全面的な支持を受けた実力派、候補。この選挙戦は単なる政治家同士の争いではありませんでした。民意、対、既得権益、という、地方政治の未来を左右する一大決戦だったのです。なぜ、かつて不信任を受けた斎藤本彦の氏が再び選ばれたのか、どうして投票率が50%を超え、 若者がこれほどまでに熱狂し、たのかそして、SNS が地方選挙の風景を一変させたその真相とは、この記事では、前代未聞の選挙戦の裏側を徹底解説していきます。このドラマティックな選挙の行方と、その後に待ち受ける新ーン、政治の姿を、ぜひご一緒に追いかけていきましょう。この選挙は、単なる地方選挙の枠を超えた重要な意味を持つ、ものでした。民意が既得権益を超えた瞬間 それが今回のの兵庫県知事選挙だったのです過去最多となる7名が立候補したこの選挙。最大の注目は斎藤本彦の氏の復活劇でした。県議会での不信任決議により一度は失職した斎藤氏。しかし、その逆境をはねのけ、見事な再選を果たしました。一方の稲村和氏は、県政殺せみを掲げ、22市長の支持を得て、選挙戦に挑みました。この対立は 単なる候補者同士の戦いではありません民意と既得権益の戦いそれがこの選挙の本質だったのです今回の動画ではこの歴史的な選挙の全貌に迫ります2024年11月17日に行われた兵庫県知事選挙の背景について詳しく解説していきたいと思いますこの選挙は単なる地方選挙の枠を超えて民意 vs 既得権益という大きなテーマを持つ戦いとなりましたその答えは 2023年にに起きた異例の出来事にあります斎藤元彦知事は県議会で不信任決議を受け、知事の職を失うという前代未聞の事態に直面しました。表向きの理由は厳しすぎる指導、県職員からの不満の声がぎ、会の判断を後押ししたと言われています。しかし、斎藤氏の対応は多くの人の予想を超えるものでした。失職後、すぐさま再出馬を表明。これまでの実績を掲げ 県政改革への強い意志を示したので、す、実際、再藤氏の実績は目覚ましいものでした。県財政の健全化、子育て支援の充実、特に若い世代から、これらの政策は高い評価を得ていました。対する稲村和氏は、どんな戦略を取ったのでしょうか。元神戸市長としての経験を生かし、県政の殺せみを訴えました。特に県政のの透明性の問題を指摘し 斉藤氏の政策を厳しく批判22市長からの支援を受け強力な組織票を背景に選挙戦を転開けしましたこの選挙ではメディアの使われ方にも大きな特徴が見られました従来型のテレビ新聞と SNS の対立構造です斉藤氏は特に SNS を重視しました YouTube や Twitter を使って政策の詳細や現場での活動を責き極的に発信 これが若い世代やネットに詳しい層の支持を集める結果となりましたさらに興味深いのは今回の選挙には過去最多となる7名が立て候補したことです元参議院議員の清水貴之氏をはじめ一出身の候補者など多様な経歴を持つ人々が名乗りを上げましたしかし選挙戦が進むにつれ斎藤氏と稲村氏による一騎打ちの様相が鮮明になっていきましたこの選挙は何を意味していたのでしょうか それは単なる知事選びではありません。兵庫県民がどんな政治を望んでいるのか、その意思を明確に示した象徴的な選挙だったのです。視聴者の皆さん、この選挙の背景についてどう感じましたか不信任から再選までの道のりをどう見ましたか新旧メディアの対立は選挙にどんな影響を与えたと思いますかこの選挙は、地方政治の新しい可能性を示す重要な一歩とな、見ました。これからも その影響を中立部各部守っていく必要がありそう、うです。投票率と注目ポイント、兵庫県知事選挙の投票率の分析から、新しい政治の動きを読み解いていきたいと思います。大きなニュースがありました。投票率が11年ぶりに50%を超えたのです。特に注目すべきは、期日前投票の数字です。なんと94万4541人。これは過去最高を記録しました。なぜ こんなにに多くのの人が投票に行ったのでしょうかその答えは若い世代の動きにありました。自分の意見を県政に反映させたい。SNS で得た情報が投票の決め手になった。こんな声が若い有権者から数多く寄せられました。これは若者は政治に無関心という従来の常識を覆すガキ的な出来事だったのです。特に効果的だったのが斉藤陣営の SNS 戦略です。 スマ駅での早朝活動の様子なども SNS でリアルタイムに発信されました視聴者からはこんな声が届いていますテレビでは見られない真実の姿を知ることができた一方で興味深い対比も見られました都市部と地方部での投票行動の違いです都市部では斉藤氏への支持が強く SNS を通じた情報発信が大きな効果を発揮しましたさらに注目すべきは メディアのの使われ方の違いです斉藤氏の支持者の多くは SNS から情報を得ていたのに対し稲村氏の支持者は従来のテレビや新聞を主な情報源としていましたこの違いはまさに新旧メディアの対決を象徴していたと言えるでしょうしかし SNS の役割はそれだけではありませんでした従来の選挙では政治家から有権者への一方通行の情報発信が主流でしたでも今回は違います SNS を通じて有権者同士が活発に議論を交わすそんな新しい異政治参加の形が生まれたのですまた22市長による稲村氏支持の決議が既得権益の象徴として批判を集めたことも皮肉にも投票率向上に貢献しました県民の政治への関心を高めるきっかけとなったのです視聴者の皆さんこのような投票率の変化をどう感じましたか SNS は政治参加をどう変えていくと思いますか 若い世代の政治参加はこれからも続くでしょうか従来のメディアと SNS の役割は今後どうなっていくと思いますかぜひ、コメント欄で皆さんの意見をお聞かせください。今回の高投票率は、私たち一人一人の声が確実に政治を動かせるということを証明しました。これは、民主主義の新しい可能性を示す大きな一歩だと言えるでしょう。視聴者の声と選挙結果 兵庫県知事選挙における視聴者の声、特に SNS 上での反応を詳しく分析していきたいと思います。まず、斉藤本彦の氏の再選。なぜ、これほど多くの支持を集めることができたのでしょうか。視聴者からの声を見ていくと、3つのキーワードが浮かび上がってきます。1つ目は鉄のメンタル、2つ目は政策実現への強い姿勢。そして3、爪が民意を重視するリーダーシップ。特に印象的だったのが 妻駅での早朝活動についてのコメントです朝早くから県民と対話する姿に感動したテレビでは見られない斉藤氏の本当の姿を知ることができたこのような声が SNS 上で大きな反響を呼びましたそして斉藤氏の実績も大きな支持につながりました100の公約のうち95を達成した実力は本物財政健全化や子育て支援の成果が目に見えるこのような具体的な評価の声が 数多く寄せられています一方で稲村和氏を支持した22市長の動きには厳しい視線が向こう、蹴られました。いや、特権益の象徴ではないか、県民の声よりも組織票を重視している。こういった批判的な意見が、SNS 上で大きな議論を呼びました、た今回の選挙で特筆すべきは、SNS の影響力です。斎藤氏の YouTube 動画は、従来のテレビ報道では伝えきれなかった情報。 直接いるる者にに届けることに成功しましまたテレビの変更報道に騙されなかったという声も多く見られましたただし SNS にはリスクもあります感情的な対立や誤情報の拡散といった問題も起きましたこれは今後の選挙で SNS を活用する際の重要な教訓となるでしょう最も印象的だったのは民意の勝利を喜ぶ声の多さです私たちの声が届いた いや権益に対する民意の勝利だ。これからの県政に期待が持てる。このような声は、今回の選挙が単なる市長選挙以上の意味を持っていたことを示しています。視聴者の皆さん、あなたはこの選挙をどう見ていましたか ?SNS は選挙にどんな影響を与えたと思いますか民意と既得権益の対決をどう感じましたかこれからの兵庫県政に期待することは、ぜひ、コメント欄で皆さんの意見をお聞かせください。 今回の選挙は、地方政治における民意の重要性を示す歴史的な出来事となりました。これからも、私たちは政治の動きをしっかりと見守っていく必要がありそうです。選挙戦略の分析、2024年兵庫県知事選挙、斉藤元彦氏が見事な勝利を収めました。今日はその勝因について、特に選挙戦略の観点から詳しくほどけ、説していきます。まず、 このののの選挙の最大の特徴は何だったのでしょうかそれは従来型の選挙戦略とデジタル戦略の対決だったといえます。結果として斎藤陣営が展開した SNS を活用した新しい選挙戦略が見事に的中したのです。では斎藤陣営は具体的にどんな戦略を展開したのでしょうか最も効果的だったのは SNS を使った情報発信です。駅での早朝挨拶や 有権者との直接対話の様子を、リア、ルタイムで SNS に投稿。その姿勢が多くの県民の共感を呼びました。特に注目すべきは、斎藤氏の鉄のメンタルです。不信任決議による失職という大きな逆境に直面しながらも、自らの信念を曲げることなく、政策や理念を一貫して訴え続けました。そして何より効果的だったのは、具体的な実績の提示です。県財政の健全化や子育て支援など これまでの成果を数字で示し、さらに実現可能な将来ビジョンを描いてみせました。一方、稲村陣営はどうだったのでしょうか。稲村陣営は22市長からの支持を得るなど、従来型の組織挑戦、略に注力しました。しかし、それが逆にあだとなってしまいました。なぜでしょうか。最大の問題は、都市部や若い世代への訴求力が弱かったこと、です。 斉藤陣営が SNS で積極的な情報発信を行う中、稲村陣営のね、と戦略は十分とは言えませんでした。また、政策面でも大きな違いがありました。稲村陣営は、県政制殺せ、未明名語への確保といった抽象的なスローが、無を掲げましたが、具体的な政策や実現可能性の説明が不足していました。この選挙で特に際立ったのは、オールドメディア対ネット戦、略という構図です。斉藤陣営は YouTube や Twitter を駆使して、制作や活動内容をお詳しく発信。テレビでは見られない再投資の姿を多くの有権者に届けることに成功しました。この戦略は特に若い世代や都市部の有権者に強く響きました。SNS の即時性や双方向性を生かし、タイムリーな情報発信を行うことで、選挙戦を有利に展開できたのです。今回の選挙結果が示すのは、選挙戦略におけるデジタル活用。 の重要性です従来型の組織票だけでなく、SNS を通じた直接的なコミュニケーションが、現代の選挙では極めて重要になっているのです。斎藤氏の勝利は、まさにデジタル時代における選挙の新しい、モデルケースと言えるでしょう。地道な活動と SNS の効果的な活用、そして具体的な政策提示、この3つの要素が見事に調和した選挙戦だったと評価できます。視聴者の皆さん このような選挙戦略の変化についてどう思え、割れますか、ぜひコメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください。これからの展望、斉藤知事の再選によって、兵庫県政は新たな段階に入りました。今日は、これからの課題と展望について、3つの重要なポイントからお話ししていきます。第一の課題は、信頼の再構築です。県庁内部での信頼関係を立て直すことが、最優先で取り組む。 べき課題となっています選挙中、透明性が足りないという厳しい指摘がありましたよ。ねえ、これに応えるため、斉藤知事は第三者機関による調査実施を約束しました。特に重要なのが、県職員との関係修復です。なぜでしょうか、それは、現場の声を政策に反映させることが、よりより県政、への近道だからです。斉藤知事は 定期的な意見交換会や職員の意識調査をを実施すす。る、方針を示しています第2のポイントは公約の実現です斎藤知事は教育の無償化地域経済の活性化など具体的な政策を掲げましたでもここで大切なのは何でしょうかそれは健在性の健全性を保ちながらこれらの政策を実現することですバランスのとれた予算配分が求められます 第三の注目点は県民参加の新しい形です。今回の選挙で投票率が50%を超えました。これは何を意味するのでしょうか。そうです。県民の政治参加への関心が確実に高まっているということです。この流れを生かすため、斉藤知事は SNS を活用した定期的な報告会やオンラインでの政策討論会を計画しています。そして、このの兵庫県での取り組みは、 日本全体にも大きなぜならば、この選挙は民意が既得権益を超えた瞬間として、全国から注目されているからです。SNS を通じて正確な情報を得た有権者が主体的に政治に参加する、この新しい形の民主主義は、日本の政治を大きく変えるかの、性を秘めています。斉藤知事が目指す県民と共に歩む県政。これが実現すれば、 兵庫県モデルとして日本の地方政治に新しい風を吹き込むことになるでしょう。視聴者の皆さん、兵庫県の未来についてどう思われますか斎藤憲政に期待することは県民参加の新しい形についてどう感じますか日本の地方政治はこれからどう変わっていくと思いますかぜひコメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください。この選挙を機に私たち一人一人が政治により深く関わっていく。 その第一歩が今兵庫県で始まろうとしていますこの変革の波がどこまで広がっていくのかこれからも注目していきましょういかがでしたか今日は2024年兵庫県知事選挙の総括をお伝えしたいと思いますこの選挙は民意が既得権益を超えた瞬間として間違いなく歴史に残る選挙となりましたなぜそう言えるのでしょうかそれは 斎藤本彦の氏が議会からの不信任という大きな逆境を乗り越え、見事に再選を果たしたからです。その背景には、地道な活動と SNS を駆使した情報発信で、県民との直接的な対話を重ねてきた努力がありました。斎藤氏の勝利の要因は、主に3つあります。1つ目は、具体的な実績と現実的な公約です。2つ目は、徹底した情報発信の透明性です。そして3つ目が、 SNS を活用した若い世代への積極的なアプロ、ーチです。特筆すべきは投票率の向上です。SNS での情報発信が高騰し、特に若い世代の政治参加が活発化しました。これは、県政が確実に県民の声によって動かされていることの証拠と言えるでしょう。しかし、課題もあります。まず、県庁内部の信頼関係の再構築です。県職員との関係修復や透明性の確保は、 これからの斎藤,藤知事が掲げる県民と共に歩む県政このビジョンを実現するためにはこれらの課題を一つ一つ着実に解決していく必要がありますこの選挙結果が示すメッセージは明確ですそれは私たち一人一人の声が確実に政治を動かせるということです SNS という新しいツールを使って私たち市民が直接政治に 関与でできるる時代が来ているのですそしてこの兵庫県での出来事は地方政治だけでなく国・政にも大きな影響を与える可能性を秘めています視聴者の皆さん今回の選挙についてどう感じましたか SNS は政治をどう変えていくと思いますか既得権益との戦いはこれからどうなっていくでしょうか兵庫県政の未来にどんな期待を持っていますか是非コメント欄で皆さんの考えをお聞かせください この選挙は、私たち一人一人の声が持つ力を証明しました。斎藤氏の再選はすごく感動的でした。失職という逆境から立ち直り、県民の支持を再び得るなんて、本当に鉄のメンタルですね。こういうリーダーシップは、これからの兵庫県にとって大切だと思います。SNS の影響力を改めて実感しました。選挙期間中、斎藤氏の YouTube 動画や Twitter の投稿を見、るたびに、 直接的な情報が伝わってきて、新しい時代の選挙戦略だと感じ、しました。これから他の地域でも同じような流れが生まれるのではない。でしょうか。稲村氏の市長ももっと具体性が欲しかったと思います。従来の政治家のスタイルは、若い世代には響きにくいです。ねえ、2市長からの指示があっても、それだけでは民意をつかむのは難しいと感じました。県民が政治に関心を持つきっかけになった選挙ですね。 投票率が50%を超えたというのは政治に対する県民の意、識が高まった証拠だと思います。これを機に他の地域でも若者の投票行動が活発になるとい,いいですね。メディアの使い方が今後の選挙の鍵ですね。テレビや新聞だけに頼るのではなく SNS のような直接的なコミュニケーションを活用するのがこれからの政治家に必要なスキルだと思います。斉藤知事には透明性を高める努力を期待します。 選挙中に県政の透明性が課題として挙げられていましたが、これを改善することで、県民の信頼がさらに深まるのではないかと思います。期待しています。SNS とオールドメディアの対立が象徴的でしたね。斎藤氏が若者や都市部を中心に支持を得たのに対し、稲村氏の支持者は高齢者や地方部が多かった印象です。これが新しい世代間の政治参加の変化を示しているように思え、得ます。 民意が既得権益を超えた瞬間を目撃できました。これは単なる地方選挙ではなく、民主主義の新しい形を示せ、素重要な選挙だったと思います。これからの兵庫県政が楽しみです。選挙後の県庁内部改革に注目しています。職員との信頼関係をどうやって再構築するのか、斎藤知事の手腕が試される場面だと思います。成功すれば、県政全体の透明性が高まるでしょう。皆さん、 最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白かったまたは役に立ったと思ったらぜひ「いいね」と「チャンネル登録」をお願いします。通知ベルもオンにして次の動画もお見逃しなくコメントで皆さんのご意見や感想もお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。